桜は日本人の DNA に刻み込まれていると私は思っています。海外では春になれば桜の花を見られるところの方が珍しいでしょう。そんな中でもつい桜を探してしまう。これはもう DNA に刻まれた本能のようなものと言っても過言ではないかと。山里に咲く桜の花をお楽しみください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。